シュバルツァ、続報だ。先ほど新たに共和国部隊と交戦したが、まんまと取り逃してしまってな。うむ、それがあからさまに異常をきたしている様子でな。一言も喋らず、化け物じみた速度で襲いかかってきた。少々本気を出したがしのがれ、しかも目の前で消えてしまった。いや、地形的に隠し通路がある気配もない。赤い光に包まれたかと思ったら、気配ごと完全に消え失せた。こちらランディ、こっちでも動きがあったぜ。同じく様子がおかしい連中と遭遇。恐ろしいほどの速度とパワーだった。こっちも目の前で消えやがったぞ。仕掛けを動かしたような気配もねえ。こちらは引き続き探索を続ける。シュバルツァ、念のためお仲間とも相談してみるがいい。こっちも続行する。くれぐれも気をつけろよ。リンさん、よかった。ちょうど連絡しようとしてたんです。そうでしたか。おそらくその隊員の方々は眷属化していると思います。だから正確にはノクトファミリアね。200年前に帝都に現れた連中は人の数倍の力を持ち、霊的な道を自在に行き来したそうよ。そして力ある人間たちを次々と取り込んで仲間にする。実は霊脈の本流の中心がつかめたんですが、帝都の北西のあたりから渦のように発生しているようです。話は聞かせてもらった。霊の揺らぎだが、同じく帝都の北西のようだ。ゼオによると、坂の上にある高台の大きな建物らしい。心当たりがあるんだね。僕たちもすぐに向かうから。こちらも移動を開始した。皆にも伝えるゆえ、どうか先駆けはよろしく頼む。教官、グズグズしてる暇はねえぞ。目的地は？ああ、ライカ地区の帝国博物館だ。総員、万全の準備を。整い次第ライカ地区へ向かう。一応デパートや工房なども利用できそうですね。とにかく急がなくっちゃ。街の様子に変わったところはありませんが。ああ、だが妙な感覚がある。博物館へ向かうぞ。どうしましょう。今日は学術院も休みだし。ああ、地下の様子といい異常すぎる。憲兵隊か。場合によったらヘイムダル大聖堂にでも。リーンか。やはり尋常ならざる事態が起きつつあるようだな。距離的には厳しいが、霊脈が凄まじく活性化している。精霊の道が開けないか、なんとか探ってみるとしよう。お主のマナは掴んだ。電話で連絡する。